やとにかくね今日まず聞きたかったのが、はい、これだけ最近その日本人の若い人たちがね K-POP にハマって、はい、でしかもその K-POP アイドルになりたいって言って韓国に渡って K-POP アイドルとして活躍されてる日本人がめっちゃ増えたじゃないですか、はい、でそんな中韓国から日本に来て48グループの一員として活動される方って極めて珍しいと思うんですよ。はい、でそもそもそのまずは、まあ、第一前提として芸能人に対する憧れっていうのはあったんですか？そうなんですね。なんか昔からずっと韓国で住んでた時も、うん、アイドルさんになんか憧れして、はい、憧れはあったんだね。韓国のアイドルもそうだし、うん、なんか昔から48グループが大好きだったので。それはね、はい、その韓国における48グループの、まあまあ、立ち位置というか、はい、周りの人たちではその48グループへの関心持ってた方いたの？いや私小学校の時好きだったんですけどやっぱりその時は48グループをあんま知らなくてみんな。そうだよね、はい、でも仲良しの友達とは喋ってて、うん、こんなグループがあったよって言ったら、うん、なんか一緒にハマってその子は篠田麻里子さんが好きで、はい、で一緒に話したりしたんですけどもでもやっぱりその時は K-POP が人気だったんですよ。カラさんとか、はい、そうだよね。だから10年ぐらい前でしょ、はい、カラ少女時代ワンダーガールとか。そうなんです。まあその時代ですよね、はい、でその時ってその48グループの情報ってどういう形で手に入ったとか何がきっかけでその知ったわけですか？いや私最初キャリーパミュパミュさんを初めて見たんですよ。ほうほうほう。ネットで日本のなんか女子歌手さんがなんかすごい衝撃的な衣装を着て、うん、日本でもちょっとなんかこう人気になって、うん、韓国にもそれが流されてきてその記事とか見たんですよ、うん、それを見たら衣装がすごく違うんじゃないですか、うん、韓国はなんかぴったりした衣装が多いのに、はい、日本はやっぱり姫様みたいなワンピースだったり、うんキャリパムパムさんみたいなピンクだったり、うん、めちゃめちゃ可愛い衣装でこういい音楽いい曲、うん、めっちゃ良かったんですその曲が、はい、なのでそれを見てもう惚れちゃって日本のアイドルはそういうもんだなと何が違うんかなって思いながらこう検索してみたら48グループが出てきて、うん、その時めっちゃ人気だったんです。 AKB48 のなんか総選挙とか。その時のヒット曲ってどのあたりでした、はい、もうあのフライングゲットぐらいのフラゲの時かさよならクロールとか、はい、そういう時ですね。そっかそっか、はい、総選挙とかめちゃめちゃやってて、でそれで48グループの存在を知って、はい、あこれは面白いと。はい、うん、ないんじゃないですか韓国は総選挙と。そうだよね、はい、今でこそそれこ そ, そのプリューがねありますけどあれだってもともとベースは AKB の, その総選挙をね、はい、あのまあベースにして考えられた番組だったから、はい、そうか、なるほど。でもだからといってね、はい、じゃあ日本のアイドルになろうっていう流れにはならないと思うんだけど、はい、それはどうい う, こう過程があったんですか？いや私も最初はもう好きなだけで、うん、もう他の国の人が日本のアイドルになれると思ってなくて、うん、で最初は私はアイドルが好きなのでこう韓国でアイドル目指そうって思ったんですよ、うん、でもやっぱり48グループはずっと好きで、いや日本人だったらずっと48グループのオーディション見たなとか考えたんですけど、うんうん、でもやっぱり韓国人なので韓国のアイドルになろうと思って、はい、目指してたんですけど、うん、やっぱりうまくいかなかったんですね、うん、なのでその時にちょっと諦めようと思った時に、うん、もうずっと NMB48 のなんか募集の7期生の募集のあれがネットで、はい、流れてきて、うん、それを見かけてどうしようちょっとやってみようかなと思ったんですよ、うんうん、でもやっぱり外国人だから落ちるかなと思いながらちょっとふざけて、うん、じゃあ軽い気持ちでやろうって思って送ったんですが、うん、それが合格になって、うん、はい、その機会を逃したくなくて、うん、
でお母さんにちょっと飛行機乗って二次面接行っていいって言ったら、うん、最初すごく反対されたんですよ。そうだよね、落ちるかもしれないのになんで飛行機まで乗ってわざわざ行くの、うん、まだまだ二次審査なのに、うん、でなってもうなんか3次のダンスとかもあるしセレクション審査っていうのもあるので、うん、その4時まであるのでそれが全部通ったらメンバーになるわけじゃないですか、うん、なのでなんか2次審査なのになんでってなったんですよ、うん、お母さんは、うん、でもやっぱりこの人生の運命的な機会だと思ったんです、うん、なのでなんか夜明けでめっちゃ泣きながらお母さんにもうお願いだから行きさせてもらってとかなんか言ったんですね、うん、でその時やっと行けて、はい、面接見たり。いやそのあたりもね実はすごく聞きたかったんですけど、はい、当然そのね自分のこう国を離れて海外で生活する留学とはまた違うから、はい、そこである意味働くわけじゃないですか、はい、でしかもその国の文化だったり言葉だったりっていうのもあってね、はい、なかなか難しい中でこう家族の理解を得るのって特に韓国の方難しいんじゃないのかなと思うんだけど、はい、周りのこう親戚家族に対してはどんな風にこう話して説得してやってきたんですか、はい、いやもう説得っていうこともなかったんですね、うん、やっぱり自分の意思が強すぎて、うん、誰も私のことを止めるとかなかったんです、うん、もうお母さんとお父さんの時点でその説得は終わって、うん、周りの親戚の方はすごく嬉しんでもらって喜んでくれて応援してくれる状態なんですね今、うん、はい、いやすごいね。